LT-38 は第二次世界大戦前にチェコ企業 KD 社が開発、製作した戦車。ナチスドイツ軍の故障である38戦車として知られる。38のとは識別記号であって38トンではない。本車両は重量約10トンの軽戦車に属する。信頼性の高い優秀な車両であり、 未だ軽戦車が多かった第二次大戦最初期のドイツ軍においては主力車両の一角といっても過言ではない存在感を示した。中期になると戦車の大型化に伴い軽戦車は活躍の場を失っていったが LT-38 の車体は多種多様な自走砲や牽引車に改造されて使用され続けた LT-38 ベースの自走砲は その信頼性の高さから、ドイツ軍から重宝された。1934年末、チェコ軍は、シュコダ、KD、タトラの三社に対し、いくつかのタイプの戦車開発を依頼した。このうち中英部門向けとして、KD は P2S 作戦車を完成させたが、シュコダ社の S2S 作戦車との競争に、敗れてしまう。しかし、 LTVZ-35 が運用後に変速、走行装置のトラブルを発生したこともあり、新たに全く異なるサスペンションを持つ新型戦車 TNHS が開発され、こちらは1938年に LTVZ-38 として採用された。しかし1938年のミュンヘン会談の結果、ナチスドイツによりチェコスロバキアが並行され、KD 社も翌年に、 BMM 社に組織改編されてしまった。LTVZ-38 は併合後に本格生産が開始されたため、チェコ陸軍向けとして発注されていた車両のすべてに当たる150両がドイツ国防軍向けとして完成させられた。ドイツ軍向けに納入された LTVZ-38 は、チェコ製であることを示すという形式番号を付与され、38戦車と呼ばれた。 この38戦車は、チェコ陸軍の35戦車と共に、ドイツ軍に編入された。なお開戦前に、イギリス軍も購入を検討し、本国で日本車両の試験を行っているが、同時期に、チェコがドイツに併合され断念している。ドイツ軍は、開戦時から多くの38を実戦投入し、ポーランド侵攻では第三系手段に100両ほど配備されていた。 ノルウェーデンマークへの進攻にはほとんど軽戦車が用いられ、38は15両のみが参加している。フランスや定期諸国に対する西方戦役では、エルビン・ドンメル将軍が指揮した第7機構師団、また、第8機構師団では、計228両以上が配備されていた。装甲、火力ともに、初期のスリー戦車に匹敵するものであったが、狭い砲塔に2人が詰め込まれていた。 砲塔旋回装置は重い手動式であり、社長は報酬を兼ねるため式に専念できず、3人用砲塔の3号戦車より操作性や戦闘力では劣っていた。また35で採用された空気圧により軽い力で操作できる装行レバーが特に陶器に故障が多発するなど信頼性に問題があったため、38では完全手動に戻された。 しかし他の戦車のように下からではなく、横から伸びたレバーの操作力量は6 0ラムと極めて重くなってしまった。その後もバルカン戦線、バルバロッサ作戦に投入された。後者の場合、第7、8、12、19、20の各師団に623両が配備されており、作戦に投入されたドイツ軍戦車全体の18%ほどを占めていた。しかし、 T-34 などの強力な新型には、甲子絵図、主力の座を退き偵察、連絡任務や後方での警備任務、走行列車の搭載車両となり、シャーシは自走砲に転用され、戦車としての役目を終えた。対戦初期に大きな戦力となった38であったが、本社に登場し、後に、ティガー戦車のエースとなるオットーカリウスの著書によると、 防御力に関しては不満の声が上がっており、良質なスウェーデン港を使用できた初期のドイツ製戦車に比べ、装甲材質が劣っていたと言われる。また装甲板がリベット止めである戦車の共通の欠点として、被弾時リベットが車内を跳ね飛び、乗員を死傷させる危険性があった。それでも愛号戦車、通号戦車といった訓練用戦車よりは有効な戦力であり、 また E、買い方、G 型と改良を重ねるたびに溶接接合の部分が増え、リベットが減っているのが外見からも確認できる。展示用で実際には使用していない、ドイツ軍風にマーキングされた、ペルー向けの輸出用系戦車、LTP。このシリーズは、LTVZ38 の前身となったもので、イラン向けの TNH として開発され、スイス向けの LTH や、 ラトビア向けのリトアニアリタスなどの仕様があるが、前方基準脇のバイザーがないので、LTP と識別できる。ありがとうございます。